どうもこんばんは、桃太郎でございます。もう毎日暑いですね。まあ暑いと言わないと決めたんですけれども、言ってるそばから暑いと気づいたらすぐ行ってしまう桃太郎でございます。さて本日はですね、 NBOX オーナーの方でしたら、まあご存知の方も非常に多いと思うんですが、小技、裏技と言っていいような機能のご紹介でございます。と申しますのも、先日アップしたですね、ボタン長押しの動画ですね、これで YouTube のコメントとか、あと Twitter なんかでも、今回ご紹介する裏技の情報を何名かの方に教えていただきました。で、私はたまたま知ってたんですけれども、まあこの裏技ってマニュアルをくまなく読むかですね、まあ誰かに教えてもらうかしかまず気づかない機能だと思いますので、今回は動画にしてご紹介させていただきます。内容はですね、エンジンがかかっている状態から、まあ、カーナビとかカーオーディオなどの電波系の、バッテリーをオフにしないでアクセサリーモードに移行するという方法でございます。ああそれやったらもう知ってるという方はですね、もちろんフルしていただいて結構ですので、まあ知らないなとか、まあ、知ってるけどちょっと見てあげようかとか、おっしゃっていただける方は、よろしければお付き合いください。今回はですね、まあ、小技というか、まあ、よく知られてる、知ってる人は知ってるんですけどね、NBOX オーナーでもまあ有名な、まあ、小技っていうんですかね、隠し技っていうんですかね、裏技っていうんですかね、そういう類でですね、通常ですとですね、アクセサリーモードをすると、今エンジンかかっている状態なんですけれども、エンジンかかっている状態で、普通にまずここですね、このボタンを押してやると、こうすると、電装系の電源が全部切れてしまうので、例えばせっかくテレビを見ていたとか音楽を聴いてたのに切れちゃうんですよね、このまま。現状今電源切りました。そして例えばアクセサリーモード、ここをもう一回押しますと、こういうふうにアクセサリーモードになりまして、まあもう一回ビデオが再生されると。だから一回切れちゃうんですね。なんでこれが結構嫌なんで、一回も切らずにエンジンの電源を切ってそのままアクセサリーモードに移るというのをやってみたいと思います。この状態でまずシフトノブですね、これ、まあ、パーキングになってますけれども、パーキングの状態で、シフトノブのこのボタンと、それから、ここですね、これブレーキペダル、それからこの電源ボタン、これを同時に押します。そうすると、アクセサリーモードになりますので、一遍やってみたいと思います。今ピピピピピピって言ったんですけども、それでアクセサリーモードになりました。ということでおさらいいたしますと、エンジンがかかった状態、シフトがパーキングの状態で、シフトノブのボタンとブレーキペダルとエンジンスタートストップボタン、これを同時に押しますと、まあ、カーナビやったり
オーディオを切らずにアクセサリーモードに移行できる機能でございました。まあ、テレビの音声やラジオなどを聞いていてですね、ちょっと車を止めて一休みしたいけど、そのテレビやラジオを聞き逃したくないという時に結構使える機能だと思います。私も割と使う方だと思いますので、もしまだご存じない方は一遍やってみてはいかがでしょうか。あとですね、ただ再びエンジンをかける時には切れちゃうんですよね。これまた逆にそのエンジンかける時も切れないようにする方法、裏技ってないんでしょうか。もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいと思います。本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧ください。またまだの方はチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それとですね、ブログやツイッターもやっております。ぜひフォローやコメントもお待ちしております。それではまた。